ブディシンにある二言語表記の標識。上がドイツ語、下がソルブ語。ソルブ語はドイツの少数民族ソルブ人によって話される言語。ルサチア語、ベンド語、ソルビア語などとも呼ばれる。レヒト諸語と最も近い関係にあり、互いによく通じる。ザクセン州のブディシン周辺を中心とする、ウジツアと呼ばれる、この地域で公用語として使われ、 ソルブ語による教育や文化が保護されている。高知ソルブ語、低地ソルブ語の2方言に分かれ、一般的にエルベ川の川上周辺のものを高知ソルブ語、川下周辺のものを低地ソルブ語としている。聖書法も皇帝で若干異なる。ソルブ語はスラブ語派にスラブ語群に属する。現代インドヨーロッパ語のスラブ語派の中でスロベニア語と共に総数を保持しており、 この点では古代スラブ語に近く珍しい言語である。作家のタワラヨコは、エクソフォーニーの中で、ドイツ東部のバオゼン付近で話される、ソルブ語などはその良い例だろう。現在では、ソルブ語しか知らないというのでは暮らしていかれないので、みんな、ドイツ語もできるが、ソルブ語の話せる人はおそらく全部で3000人、くらいだろう。 と聞いたそれでも私はこれまで3人もソルブ語で詩を書いているという詩人に会っている。人口比から確率を割り出すと、アメリカではすでに28万人の詩人と会っていても、おかしくないことになると書いている。ソルブ語の方言地図1843年にソルブ語が話されていた地域聖書翻訳の最初のタイトルページ。左ページがソルブ語。 右ページがドイツ語コーチソルブ語には7つの角、定置ソルブ語には6つの角がある。主格属核予角対角具角威角互角以下のチェコ語、ポーランド語、ポラーブ語、スロバキア語はいずれも西スラブ語群に属する言語である。ありがとうございます。